終わりかい。クリアなんだ。こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。今回はマリオメーカー2でマインクラフトのコースを作ったので、ちょっとみんなに紹介したいと思います。ぜひ、遊んでください。もう投稿してあるので、ID を打てば遊べるようになっております。ちょっとマインクラフトをモチーフとしたコースで、あ、これマインクラフトのやつを再現してんのか、これはあれなのかなみたいな風に見てもらえると楽しめるんじゃないかなと思います。では簡単にコースを紹介していきたいと思います。このね、土管クリーパーとダイヤピッケルがお出迎えするんですけども、スタートがここで、まず上に行って、ここをカメラこれやっつけてもやっつけなくてもいいんだけど、なんとなくここに乗せただけで、この鍵コインがこのまず最初のステージでは重要になります。これを集めてもらう感じですね。で、エンダーマンを見て作ったんだけど、これエンダーマンっぽいかな。まあエンダーマンっていうことにさせてください。エンダーマンがあったり、土ブロックがあったりします。で、鍵コインを集めると、これな、わかるかな、これ何を表現したか。これわかります？これネザーゲートを表現したんだけど、鍵が手に入るとこの鍵穴からネザーへ行けます。では早速ネザーへ行ってみたいと思います。まず鍵をこれ隠してあるんで、どこにあるかちょっと探してください。でネザーへ行きます。でネザーへ行くとこんな感じで、ガストが、雲で再現してみたんだけど、ガストに見えるかな。ガストだったりで、これちょっときついと思うんで、ここにキノコを用意しておきました。ガストがいたりで、ここにこれわかるかな、これ何表現してるか、ネザーのね、あの敵を表現してたりします。で、ここから先はちょっとお楽しみにしてもらう、させてもらおうかな。ちょっとここにね、リフトがあるんだけど、この右下のリフトに乗ってさらに先へ進んでもらおうかなといった感じです。さあ、これがねマインクラフトコースどうだろうか。もうなんか早速もうすでに投稿してあるんで、遊んでくれてる人もいるみたいなんだけど、ちょっと感想を見に行こうかな。で、このコースの ID は固定コメントと、概要欄の2箇所に載せておくので、マリオメーカー2持ってる人はぜひ遊んでください。ワクワク。あ、すごい自分のコースで遊べる自分のコースで遊べるよこれ。お、もう早速3いいねくれてる。3いいね。クリア率 1.14%。 マインクラフトコース、マイクラをモチーフにしたコースです。ネザーゲートからネザーを目指そう。エンダーマンの足元に点々点はてな。いや、もう早速クリアした人がいるんだ。あ、そう、コース ID 載ってますね。 WP59M18DF っていうのが、コメントに1件くれてる。難しいけどすごく面白かったです。ひどい、だってひどかったかな、どうだろう。ぜひみんなにこれを遊んでもらってクリアしてほしいなっていう感じです。ぜひ皆さん遊んでください。あ、もう3人の人がゴールしてるんだ。クリア率 1.14%、 ちょっと低いのかな、難しめのコースだったのかな。まあいいや、マインクラフトをねモチーフにしてあるんで、皆さんぜひ遊んでください。さあ、バトルやっていきましょう。今日こそは初勝利を目指す。空飛ぶコイン。あ、日本人の人のコースだ。よし。50コイン5枚すべて取ってからこう。それはなんか実績的なあれだから、普通に1位取ればいい。オッケー。青だ。青。青。青。よし。ゴー。ん？下余裕じゃない？下がいいんじゃない？え？下、はい。え？あー、マジそう。条件があるのか。実績の話だと思った。50コインってことは下行っちゃいけないんだ。それ取んなきゃダメなのか。じゃあ空を飛ぶってことか。取った、条件達成、50コイン取った、俺が一番だやった初勝利ほらマリオ、ウリ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 、マリオマリオ、ウリ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 、あれ、遊ばせていただきました。初勝利、光り輝いている、あの顔、体だけでかいあの顔。よし、今回も初見クリアできるっていうコースやりたいと思います。前回と作った人は同じタウタウさんのコース遊ばせていただきます。あー、そういうことね。初見クリアするよ。おい、そこから出てくると。踏むわ、じゃあ。よ、これでいいの？待って、これ、え、待って、無限巻き？これ取って上からドッスン降ってくる。
上乗るのかな。おい、タイムアップ。え、待って待って待って、クリアできない。でこれを取りまして、2取って逃げで、これで行くのか。トントン、あ、これで行くんだね。はいはい、初見クリアしたかった。うわくっそ、そういうことで、ビヨ、これ違うよ、わかった、こうだ、これで行くんだ。違うんかい、にゃはい、いや、いけん。キノコ取ればいいのか。あ、こういうことか。これでいけるっしょ。こうやっていけばいいだけだった、単純に。これで、ビヨーンといってダメージ食らってもそのまま、帰ってきちゃった、帰ってきちゃった、帰ってきちゃった。こうか。あー、やっとわかった。死にまくった。死にまくった。初見、いや無理、全然無理。そういうクリアの仕方があるんだ、面白かった。初見クリアしたかった。クソ、スピードランやってみるか、うまくいくかな。時間だよ時間だよ時間、はいはいはい、ああ、そういうこと。おお、蹴っ飛ばして、これが上行って、これ、おお、すごい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 、お、わあ、そういうことか。え、スピードラン面白い。 でよいしょよいしょ、いって、でこれ、はいはいはい、うわ、おお、大丈夫大丈夫、おおおおおおお、大丈夫、いやー、いやっと、おお、すごいね。でこういって、え、これが、あー、布団でいって、これが、おお、すげえそういうこと、面白い。これ、あれ、なんでブロックだったのにゴールになったんだろう。時間だよ時間だよ時間だよ、そのまま行く、まっすぐ行く、うわ、気持ちいい、うん、マッチョー、うわー、おおおおお、道がかっ、そこに当たる、あ、めっちゃ当たってる、うーま、はい、オッケー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 、できやしゃ、え、おお、あ、それ演出ね、それ演出ね、シュッ、え、嘘、うわー、おおおお、え、あ、ゴールなんだ、あー、なるほど。あの足場が消えた瞬間は、えー、ってなった。そういうびっくり要素があるんだ。あった、またスピードランだ。 5% これは少ない、いけるかな。とりあえずもうコース作った人を信じて突っ走ればいいんだ、このこういうコースは。なんか自分が上手くなったような錯覚するスピードラン。時間だよ時間だよ時間だよ、はい、行って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 、上行って行って、蹴っ飛ばして乗る乗る、大丈夫、道は勝手にでき、はい、オッケー、これで蹴っ飛ばして乗って行って行って、押して、オッケー、押して押して、にー、おおおお、わあ、え、どうす、どうす、どうす、お願い、うわ、誰誰、お、そっち、おお、あ、ちょっと待って、そっち、これ敵も信じなきゃいけない。どうす、押して、オッケー、にー、どうす、押して、どうす、押して、オッケー、にー、おお、あって、生きてて、ここでここで押して、ジャンプ、ショック、おお、びっくりした。バネが急に来た。面白いスピードラン。20セカンドスイッチサクセッション。時間だよ、時間、時間だよ、時間だよ、時間だよ。うん。時間だよ、時間だよ、時間だよ、行って、よいしょ、行って、うわ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 、押して。で、ここ押して、押して、押しない、押しない。ドス、ドスエリアが難しい。来た。はい、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 はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。押す。見つけたら全部押せばいいんだな。信じる。よし。う、なに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 、おーっとー、マグナムキラー。残り1秒でゴール。面白いね。スピードランでしょ、これも。スピードラン面白いな。